皆さんこんにちは。さあ始めよう LT スパイスの時間です。今日は電源の内部抵抗で遊んでみることにします。今こちらに電池のマークを置きました。2個つながってますのでね、 1.5V の電池が2段つながってるというふうなイメージで考えてもらうと、出力電圧は 3V ですというふうなことになるわけですね。そこでここに何かランプかなんかをつける。この LT スパイスではねランプがないので、抵抗代わりにつけましょうということでここに抵抗を置きます。そしてこの抵抗の R のところに数値を書くわけですよね。例えば 100Ω というふうにしましょうか。それではこれをシミュレーションしてみます。こんなふうになりました。この V アウトは 3V、そのままですね。そして電流はどうなってるんでしょう。ここを流れてる電流をこういうふうにすると見ることができるんですけども、線が重なるのでこちらのグラフのペインを追加しましょう。あとペインで、そしてそこにですね電流をこう書きます。そうしますと約30ミリアンペアぐらいのところで一直線になってますよね。当然オームの法則ですから、そうなりますね。これ見てあれって思った人は、結構鋭いです。実際に電池2個つなげて 3V にして、電圧を測って 3V あったと思って100オームの抵抗を入れて電流を流すと電圧が下がるのが普通なんですね。でもこうしてみると全く電圧下がっていませんよね。シミュレーションですから、いやいやいや、シミュレーションでも現物と同じようにできるだけなってほしいわけですよね。そうじゃないとシミュレーションの意味が半減してしまうわけです。そこでこの LT スパイスではですね、この電源にはある種の内部構造を持たせています。ヘルプを見てみましょう。検索で V から始まるとこのボルテージソースっていうのが見つかります。ここにシンタックスとか、スパイスのいわゆるコマンドの記述を書いてあるわけなんですけども、これはちょっとなかなかね難しいので、ほとんど無視するとして、ここに書いてあるこの回路図を見てもらうと分かると思うんですね。ここにあるこの電源は理想的な電源です。どんなに負荷をとっても電圧は変わりません。でもそこにはこの RSER という直列に抵抗が何か入っていますよ。またその両端にはコンデンサーがついていますよというふうなことで、これがいわゆる電源のモデルの中身だというふうになっているんです。どうやらこんなふうにして電源に内部構造を持つのは LT スパイスだけなようですので、使うときにですね、いろんな他のスパイス使われている方はこれがあるということを頭に入れておかれた方がいいと思います。それではその内部構造を見てみましょうか。これ右クリックしますね。そしてここにですねシリアルレジスタンスっていうのがあります。もうすでにここで何か数字を入れられるわけですね。例えばここ 0.4 オームというふうにしたとしますね。なんで 0.4 オームなのって思われると思うんですけども、これはですね電スパの随分以前の回、電圧源、電流源の性質、その1の中でですね、電池の内部抵抗を測ったものなんですね。ここではその数値が正しいかどうかっていうふうなことよりも、こんなふうな内部抵抗があるっていうふうなことの方が重要ですので、数値の議論に関してはちょっと横に置いておきます。ではこれでシミュレーションしてみましょう。どうでしょうか。ここ見ますと 2.98 っていうふうにちょっと下がりましたですね。子どもの頃さらに面白がってたくさん実験した人は多分感じてると思いますね。いやちょっと待ってくださいよ。電池の電源負荷を取った時に最初その負荷分だけ電圧が下がるのもあるんですけども、それって急激に下がったりしないですよね。そうなんです。だらっと下がったりするんですよね。
ここに以前デンスパで紹介しましたタイムスイッチを持ってきました。これはまあ時間になったらスイッチがオンになったりオフになったりするものなんですね。まあ、最初ここではオフの状態から始まります。そしてここに書いてますように 0.1 秒後にオンになって 0.5 秒間オンが続きます。でその後またオフになりますと、まあ、そういう定義なんですね。まあ、これちょっとシミュレーションしてみましょうか。こんな風になります。まあ、ここ見ますと上が 3V 下が 2.9V とかなんかそんな風になってますけども、まあ、波形を見やすくするために、まあ、下を 2.9V にします。まあ、そうすると 3V から少し下がって、まあ、そしてまた復帰しているのが分かるんですよね。実際の電池なんかでも負荷をつなげるとこんな風に下がるんですけども、でもこんな急激に下がったっけな。まあ、それはどういうことかと言いますと、まあ、先ほどヘルプの中に内部構造ありましたけども、一番外側にコンデンサーがついているわけですから、外側のコンデンサーに溜まっているエネルギーだけちょっとダラダラと変化するわけなんですね。まあ、それちょっと定義してみましょうか。右クリックをします。そしてアドバンスを選びます。ここにですね、まあ、内部抵抗の下に、まあ、キャパシタンスっていうのがまあ、あるわけなんですね。ここに数値を入れてみましょうか。10マイクロというふうに入れます。まあ、コンデンサーですから単位はファラドですけども、まあ、ファラドとは書かなくて1000マイクロというふうな数値を入れます。で、まあ、1000マイクロというふうにまあ出るわけなんですけども、これをシミュレーションしてみます。先ほどと同じスケールにしますと、まあ、こんな風になります。なんかこの辺ちょっと変わりましたですよね。拡大してみましょうか。まあ、こういう風にですね、今まで急瞬にカクって変わっていったのがこうダラッとこういう風になります。まあ、電圧が細かくこう変動しているという風なことの様子がよくわかります。まあ、電源には必ず内部抵抗とこういうふうな並列なコンデンサーの容量が多少なりともあると、まあ、今回ちょっと大きなものをつけましたけども、まあ、このようにですね、 LT スパイスの電源にはシリーズ抵抗とパラレルコンデンサーをつけることができるということが特徴です。皆さんも電源として使うとき、シンボルのマークとかこういった内部構造少し気を使ってみてはいかがでしょうか。今日はここまで。皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。